皆さん、こんにちは。一般的なサラリーマンの生涯収入は1億前後と言われているのは有名な話です。より多く稼ぎたいのであれば、一般的なままでは到底物足りないでしょう。誰も開拓したことがない分野で成功し、創業者となるか、タレントやスポーツ選手、YouTube のような芸能人となり、国内、あるいは世界的に有名になるか、そのどちらにせよ、年収が億を超える有名人は数多くいます。多くの資産を持っているということは、死去した際の遺産相続についても考えなければなりません。今回は、すでに死去した芸能人の中で、遺産相続について特殊なエピソードを持つ芸能人たちについてご紹介していきます。高倉健、1977年に八甲田山と幸せの黄色いハンカチの2作品に出演し、第1回日本アカデミー賞の最優秀主演男優賞と第20回ブルーリボン賞の主演男優賞のダブル受賞に輝いた俳優の高倉健さん。主演となる映画「風に吹かれて」の準備をしていたものの、2014年11月10日の午前3時49分に悪性リンパ腫のため東京都内の病院で死去しました。5年ほど前に前立腺がんで手術を受けて、症状は完治したものの、定期検査で悪性リンパ腫が発見されたため療養していたそうです。入院中の姿を見せたくないという理由から、親しい関係者だけにしか知らせておらず、容体が急変して意識不明になった後死去したとのこと。高倉健さんが残した遺産は約40億円とも言われており、その遺産は高倉健が養女にしたという小田隆さんが全額引き継いでいます。小田隆さんは2023年の4月14日に NHK のドキュメンタリー番組アナザーストーリーズ運命の分岐点に顔出しでゲスト出演しました。小田隆さんの存在は高倉健さんが死去した直後に明らかにされたようで、一部の関係者しか知らなかったとのこと。実舞が知ったのも死後半月経ってからだったそうです。高倉健さん遺族が高倉健さんの遺骨を小田隆さんに求めたところ、海に散骨したと説明。遺産をすべて相続した小田隆さんは、多い時は20台ぐらい所有していたと言われる。高倉健さんの高級車や手を入れれば立派に使えるクルーザーを売り払い、高倉健さんと住んでいたという世田谷区瀬田の家も跡形もなく解体し新築しました。高倉健さんの痕跡を徹底的に片付けるような、その行動について小田隆さんは「婦人公論」のインタビューで、生前高倉はプライベートを明かすことを良しとしませんでした。やるべきことは高倉の意思を引き継ぎ、名誉を守り続けるために粛々とことを進めること、葬儀や散骨もその意思を尊重してのことと語りました。ただ高倉健さんはこれまでプライベートについて公にしてこなかった。神秘のベールに包まれた俳優として有名で知った。また小田隆さんは3月29日には「高倉健最後の季節」という本を出版し、高倉健さんのプライベートについて綴りました。これは生前高倉健さんから「僕のことを書き残してね」と宿題を与えられていたため、執筆に至ったとのこと。また2019年10月30日にも「高倉健その愛」という本を出版しています。この本は高倉健さんとの日々を綴った手記で、病名を告げられた際の様子、病室で鑑賞した映画、最後の言葉が「慌てるな」だったことなどが綴られています。これらのことから、小田隆さんの行動は一部のファンや週刊誌の間で「遺産目的では?」「売名行為では?」と疑問視されています。平尾正明、作曲家として「霧のマシューコ」「恋」「渚のセニョリーナ」などがヒットし、第9回日本レコード大賞作曲賞を受賞したことのある平尾正明さん。平尾正明さんは肺結核で片肺を切除して以来、肺疾患が慢性化し、晩年前は
たびたび体調不調に悩まされていました。2015年に肺がんであることが判明したのですが、この時は体力面を考慮し手術を行っていません。呼吸補助器を携行しながら公の場にも積極的に顔を出していたのですが、2017年5月に息苦しいと訴えたため約1ヶ月にわたって入院。一時は回復したものの、7月13日に蒸し暑く体調が悪いと訴え、病院で検査した結果肺炎の疑いと診断され、再度入院しています。しかし7月21日深夜に容体が急変し、病院に駆けつけた夫人や数人の親族に看取られながら、同日の23時40分に肺炎のため東京都内の病院で死去しました。そんな平尾正明さんの遺産は印税を含め60億円とも言われています。しかし平尾正明さんが死去した翌年、遺産をめぐりある問題が勃発しました。平尾正明さんには3度の結婚歴があります。最初の妻である服部明子さんとの間に長男を、2番目の妻である小沢美幸さんとの間に次男と三男を設け、そして死去の4年前に5歳であるマネージャーだった女性と結婚しているのですが、三男で歌手の優希さんが、3番目の妻が遺産を独り占めにしていると記者会見を開いて主張しました。また優希さんの公認会計士が5歳を、私業をたぶらかした5歳業ビジネスの極悪非道版と非難すると、5歳は会計士を名誉毀損で刑事告発しました。しかし刑事告発は不起訴処分に終わり、代わりに5歳は民事で名誉毀損裁判を起こしています。2023年小田高1月11日に週刊誌のリリ新潮から公開された記事では、名誉毀損裁判の証人尋問で会計士の証人として呼び出されたという次男の秋谷さんによる話が以下のように綴られていました。父は平尾正明音楽事務所など2社の代表取締役でした。父の死後、5歳は私が代表になるというので弁護士に相談すると、秋谷さんと5歳が共同代表になれば2人の印鑑がないと何も決議できないと提案され、そうするはずでした。ところが後日音楽事務所の登記を見ると、彼女が単独代表に、弁護士もやられたねと、僕は会計担当者から白紙を7枚渡され署名捺印しましたが、僕も甘かった。でも5歳がそこまでするとは思わなかったのです。現在彼女は音楽事務所のものを好き放題使える状態で、その場所は僕らの実家なのですが、鍵を変えられ、僕らは出入りできなくなっています。屋敷鷹人。1993年に東京が約60万枚の自己最高のヒットとなり、1994年に全日本有線放送大賞の特別賞と読売テレビ最優秀賞を受賞した歌手の屋敷鷹人さん。2012年1月31日に公式ウェブサイトで食道がんを公表し、治療のために活動を休止したものの1ヶ月で回復を果たし、9月までは無理と宣告されていた退院も6月に強行するなどして、主治医に回復の速さを驚かれたそうです。その後も抗がん剤の副作用で通常1週間かかる入院を1泊2日で退院するなど豪快な様子を見せていました。しかし2013年5月に疲労による食欲不振や睡眠不足などによる体力低下を理由に再び休養。これ以降屋敷鷹人さんがメディアに出演することはなく、2014年1月3日未明に東京都内の病院で心不全のため死去しました。屋敷鷹人さんの遺産は大阪の自宅マンションの金庫にあった2億8000万円の現金に加え、預貯金、有価証券、ゴルフ会員権から国内外にあるマンションや不動産などで計10億円以上とされています。屋敷鷹人さんは亡くなる直前の13年12月29日に親交があった弁護士や側近であるマネージャーを入院先の東京の病院に呼び、
気球児遺言の作成を依頼していたとのこと。気球児遺言は死期が迫り署名押印できない遺言者が口頭で遺言をし、証人がそれを書面化する遺言のことで、関係者曰く屋敷高人さんはベッドに寝たきり、鼻にチューブがついていて痩せ細り、話をするのも声になるかならないかというくらいの状態で、手が震え氏名を書くのもやっとで、自筆の遺言を作れるような状況ではなかったと聞いているとのことでした。最終的に出来上がったという遺言書の中身は、約10億円の遺産のうち6億円は大阪市などの3団体に寄付し、残りはすべて32歳下の妻であるさくらさんに相続させるというものだったそうです。野崎康介、和歌山県田辺市の資産家で紀州のドンファンと言われた会社社長の野崎康介さん。野崎康介さんは和歌山県田辺市に7人兄弟の三男として生まれました。地元の中学を卒業後、働き始め、コンドームを訪問販売する仕事で成功し、それを元手に投資や金貸しを行うことで数十億の財産を築き、紀州のドンファンと呼ばれていました。美女4000人に30億円を貢いできたと言ったり、2016年2月に27歳の自称モデルの女性に現金600万円と5400万円相当の宝石類など合計6000万円を盗まれた際には、6000万円なんて自分にとっては紙くず、窃盗事件もいい経験だと発言したことから、相当な資産を持っていたと言われていました。しかし覚醒剤を経口摂取され殺害された、紀州のドンファン開始事件と呼ばれる事件で、急性覚醒剤中毒により死亡しました。この事件で重要視されたのは、約13億5000万円とも50億円とも言われた野崎康介さんの遺産の行方です。というのも、紀州のドンファン開始事件の容疑者として逮捕されたのが、遺産相続の権利を持っていた野崎康介さんの妻であり、また野崎康介さんの死去から3ヶ月後に長年の友人を名乗る人物が野崎康介さんから預かっていたとして、弁護士を通じて全財産を田辺市に寄付するという旨の記載された遺言書を裁判所に持ち込んだからです。さらに文春オンラインにより、2023年の5月7日に公開された記事では、6月20日の朝8時過ぎに田辺市旭ヶ丘にある野崎康介さんの会社であるアプリコの前に集結した和歌山県警により、遺産が入っていると思われる鍵の見つからない巨大金庫の開錠を目的とした大掛かりな家宅捜索が行われたとして、以下のようなことが綴られていました。アプリコには5月26日に1度目の家宅捜索が入っている。その時金庫部屋に捜査員が入ったものの、金庫の鍵が見つからなくて解錠できなかったのだ。金庫の鍵はドンファンが自分で管理しており、その場ではどうしようもないので捜査員たちも諦めた。その後改めて田辺市内の鍵屋に依頼し、この日に解錠することになっていた。さすがはプロというか、そう時間もかからずに金庫は開けられたんです。アプリコ関係者で捜索に立ち会ったのは番頭のマコヤン一人だけだった。捜査員らとマコヤンが固唾を飲んで見守る中、2つの金庫が開けられた。ところが、である大型金庫に入っていたのは古いスーツとネクタイなど、そして小型金庫の方も土地建物の権利書などの書類が入っているだけだった。そこにいる誰もが拍子抜けしました。私も現金が入っているとばっかり思ってたんですけど、こりゃ別のところにあるんだなと。石原慎太郎、処刑の部屋や生産といった現代の世相を鋭くえぐり出すのが特徴的な作品を多数発表し、1995年から2012年まで芥川賞の選考委員を務めた作家であり政治家の石原慎太郎さん、2022年2月1日の午前10時20分に東京都大田区の自宅で死去しました。享年は91歳。死因は公表されていません。ただ死去当日に
長男の石原信明さんは会見で、膵臓がんを患っておりまして、本当によく戦い、頑張ったんでございますが、昨年の10月に再発をいたしまして、本日に至ったところでございます、と語っていたようです。2014年に出版した私の海には、葬式不要、戒名不要、我が骨は必ず海に散らせ、と遺言状に記したとする一方で、かつての秘書によると、墓石には青鸞報告と入れてほしい、とも発言していたとされています。石原慎太郎さんには4人の息子がいます。長男で元自民党幹事長の信明さん、次男でタレント気象予報士の吉住さん、三男で首相補佐官の広隆さん、四男で画家の信弘さん。東京大田区田園調布にある床面積にして340平方メートルの豪邸がこの4人の息子たちに相続されていたのですが、報道された頃にはすでに不動産開発業者へ物件を売り渡していたようです。ニュースや週刊誌などでの報道では、次男の吉住さんがこの理由について以下のように語っていたとされています。死後の世界は無というのが親父の口癖でした。ならば残ったものが残されたものにとらわれることを望んでいなかったと解釈できます。親父の真意がどこにあったのかは分かりませんが、実家の建物がなくなることは自然なことだと思っています。先日久しぶりに親父の夢を見ました。10年前の元気な親父と楽しく酒を飲みました。石原慎太郎さんの遺産額はこの豪邸を含めて約10億円とされています。東京都知事の資産は、政治倫理の確立のための東京都知事の資産等の公開に関する条例に基づき公開されており、それによれば2011年の石原慎太郎さんの所得は約3163万円で、そのうち著書の印税、原稿料などの事業所得は約860万円だったそうです。宇津井健、山口百恵さんと共演した赤いシリーズでは、山口百恵の父親役で山口百恵さんと共に一世を風靡し、赤いシリーズの前作となる TBS 系ドラマ顔で笑ってでは、主題歌のパパは恋人を山口百恵さんとデュエットした俳優の宇津井健さん。2014年3月14日の午後6時5分、愛知県名古屋市の病院にて慢性呼吸不全のため死去しました。2013年頃から肺気腫を患い、知人の医師が勤務する名古屋市の病院に通院していたものの、死去の1週間ほど前から容態が急変、3月11日には緊急入院し処置を受けていたそうです。宇津井健さんの死去を受けて、主演ドラマザ・ガードマンの企業モデルとなったセコム株式会社がオフィシャルツイッターにて追悼コメントを発表し、長年の親友だった仲代達矢さんが、私一人が取り残されたと故人を偲びました。宇津井健さんの近隣者には、仲が険悪だった間柄もいなかったため、宇津井健さんの遺産問題は特に騒動になることはないと思われていました。しかし宇津井健さんが死去した2ヶ月後に開かれたお別れ会で事態は一変。宇津井健さんの長男と宇津井健さんの5歳である文江さんの間に亀裂が入りました。お別れ会の案内状に文江さんの名前が入っていませんでした。お別れ会を主催したのは宇津井健さんの長男だったため、それに文江さんが怒ったのです。40年前に知り合っていたという宇津井健さんと文江さんは、宇津井健さんの前妻であるゆりえさんが逝去した後に名古屋で再会。宇津井さんは東京の自宅と名古屋を行き来する日々を送っていましたが、2013年秋に患っていた肺気腫が悪化したため、亡くなる2週間前に正式に籍を入れてほしいと文江さんにプロポーズし、死去の5時間前に入籍したそうです。死去の5時間前でも文江さんはれっきとした妻であり、相続人として数えられるため、お別れ会の案内状から名前を省かれたのは、文江さんからしたら蚊帳の外に置かれたことになり、お別れ会までは
相続を放棄すると言っていた文江さんは、その悔しさからか、相続を放棄しないと切り替えたのです。文江さんは相続財産である2億円といわれる豪邸をめぐって長男と争いました。文江さんが自分の法定相続分2分の1を主張するならば、長男は自分の手持ちのお金で1億円を文江さんに支払うか、または豪邸を売却してそのお金で1億円を文江さんに支払うこととなりますが、この豪邸は長男が住んでいる住居でもあるため、豪邸を売却すれば長男は住む場所を失うことになります。志村けん、2004年4月15日から始まった天才志村動物園で MC を務め、志村けんの大丈夫だや志村けんのバカ殿様などで活躍したザ・ドリフターズのメンバーである志村けんさん、2020年3月29日の23時10分、新型コロナウイルス感染症に伴う肺炎のため、国立国際医療研究センター病院で死去しました。2020年3月15日頃から体調に異変を感じるようになったそうで、19日には発熱と呼吸困難の症状が現れ、訪問診察で重度の肺炎と診断されたことから、東京都港区内の東京都済生会中央病院に緊急入院。21日に人工呼吸器に切り替えた段階から意識はなく、入院の際に新型コロナウイルスの検査を実施したところ、23日に陽性と判明したとのこと。志村けんさんの資産の総額は10億円とも50億円とも100億円とも、ネットには書き込みがありますが、実際のところは10億円というのが有力のようです。不動産は自宅と熱海と港区麻布十番にマンションを所有しているようで、自宅住所は東京都三鷹市群れとのことで、相続税評価をしているサイトによれば、住所は三鷹市で登記簿謄本と言われるものの、抜粋を見ると2室といって連なった番地を2つ持ってらっしゃってて、こういうのは合計で評価するんですね。一方が 100.82 平米、もう一方が 115.94 平米、合わせて 216.76 平米があって、相続税の評価に使う路線価と言われるものが、ここは29万5000円なので、相続税評価でいうと6394万4200円ということのようです。また週刊女性で綴られている元ホステスの話では、20年ほど前ですが、私が勤めていた銀座のクラブには週に 3,4 回は来ていました。毎回ダチョウクラブの誰かなど何人か連れてきて、支払いはすべて志村さん、100万円単位で置いていきました。同じ日に何件か回っていたそうだから、1日にいくら使っていたのかなってとあり、資産はあっても消費が激しかったのかもしれません。松方弘樹、1974年の NHK 大河ドラマ勝海舟で主演の渡哲也さんが病気降板となり代役に抜擢され、おいと役で共演した西野亮子さんと懇意になり不倫関係に発展した俳優の松方弘樹さん、2017年1月21日の午前11時26分に事実婚関係にあった元女優と3人の事務所関係者に見取られ、脳リンパ腫のため東京都内の病院にて死去しました。2016年の3月に入り、頭痛、手足のしびれなどの体調不良を訴え始め、都内の大学病院を受診し入院。検査の結果、脳リンパ腫との確定診断を受けたことが公表されました。放射線治療、抗がん剤の投薬治療を行ったものの、治療の最中脳梗塞を併発し、急激に体力も衰えていったそうです。松方弘樹さんの遺産を相続する人は子供6人だと言われています。結婚をしている場合には配偶者が必ず遺産相続人になりますが、事実婚状態でも戸籍がなければ相続の対象にはなりませんので、離婚した妻や内縁の妻である山本真理子さんは遺産相続ができません。配偶者が2分の1を相続し、残りを子供たちの数で割って相続するということになっていますが、松方弘樹さんが亡くなった時
戸籍上の配偶者がいなかったため、遺産相続人は子供6人ということになるのです。また松方弘樹さんの遺産はネット上で予想されているよりも少ないという噂も浮上しています。生前の松方弘樹さんは豪快なお金の使い方で有名だったのですが、2回の離婚の際、別れた妻に巨額の慰謝料を支払った上、住んでいるマンションのローンも引き受けていたようです。松方弘樹さんは京都に家を持っていました。かつてはその家で2人目の妻西名明子さんや、その間に生まれた子供2人と過ごしたこともあったようです。家というよりは邸宅というにふさわしい豪邸で、広い敷地の中にはヘリポートもあったとか。その家は西名明子さんと離婚後に差し押さえられ、その後売却しています。晩年の松方弘樹さんはマンションに山本真理子さんと暮らしていました。家賃100万円超えの物件だったそうですが、松方弘樹さんが闘病生活に入った後にマンションを解約し、ランクを下げたマンションに転居したそうです。それでも年収は5億円以上だと推定されているため、一般人と比べると遺産は月とすっぽんでしょう。野村克也、世界のプロ野球史上初の捕手によるパ・リーグの三冠王達成、ベストナインを19回受賞、パ・リーグ最多記録となる本塁打王を9回獲得、打点王を7回獲得など数多くの記録を持つ元プロ野球選手で野球解説者の野村克也さん。2020年2月11日未明、東京都世田谷区の自宅にて入浴中のまま浴槽でぐったりしているところを家政婦により発見され、病院に搬送されたものの死亡が確認されました。享年は86歳。死因は虚血性心不全で、国内の週刊誌だけでなくニューヨークタイムズ紙も訃報を報じて追悼記事を掲載し、功績を紹介したようです。野村克也さんは現役時代と監督時代の年俸に加え、解説者としてのギャラや講演料などで生涯収入は50億円を超えるとされています。また東京大田区田園調布に豪邸を構えていました。資産家が亡くなると著名人であればあるほど財産分与で揉めることが多いですが、野村克也さんも例に漏れなかったようです。野村克也さんには前妻との間に生まれた長男に妻の幸代さんの連れ子で養子の旦野村さん、ケニー野村さん、そして幸代さんとの間に生まれた勝則さんの4人の息子がいます。本来であれば兄弟4人で財産を均等に分ければ終わりですが、そう簡単には運びそうにない。週刊誌では野村家親族の関係者から以下のような内情が語られていました。実は野村克也さんの財産分与以前に2017年12月に急死した幸代さんの遺産分割で揉めていて、未だに解決していないんです。幸代さんの財産は夫である野村克也さんが1/2、残りを男子ケニー氏、勝則氏が1/3ずつ相続する権利がありましたが、財産といってもほとんどが自宅などの不動産で、現金はそれほど多くなかったんです。ところが男子は不動産を現物で取得する形での相続を望んでおらず、不動産を売却して現金化した上での相続を要求していると聞いています。それに対して勝則氏は、二人の思い出が詰まった家だし終わりの住処にしてあげたいと反対したんです。安倍晋三後援会拡大会長会議で父親の慎太郎さんの後を継ぎ、次期衆院選に立候補することを表明し、2006年9月26日と2012年12月26日に首相に就任した安倍晋三さん。2022年7月8日午前11時3時1分頃、第26回参議院議員通常選挙のための街頭演説を奈良県奈良市の近畿日本鉄道大和西大寺駅前付近で行っていた際に、手製銃で背後から2発撃たれ、そのうちの2発目が命中し、心肺停止状態で死亡が確認されました。逮捕された山上徹也容疑者が語った銃撃の動機が、
世界平和統一家庭連合への恨みであることが報じられると、安倍晋三さんと教団の関係性が注目されました。国会議員の資産公開によると、生前の安倍晋三さん名義の資産は、選挙区だった山口県下関市の邸宅をはじめ、安倍家代々の墓所や屋敷がある山口県長門市湯屋の土地、山梨県鳴沢村の別荘などの不動産のほかに、2478万円の定期預金や株、ゴルフ会員権などで総額1億円超と報告されています。資産公開では不動産は実勢価格よりもかなり低く評価される仕組みになっていることから、遺産の相続税評価額は少なくとも2億から3億円だと推定されているとのこと。安倍晋三さんは子供がいないため、法定相続人は昭恵夫人と母親の陽子さんの2人。法定相続分通りなら昭恵夫人が3分の2で、陽子さんが3分の1を受け継ぐことになります。週刊誌の週刊ポストが登記簿謄本をもとに安倍晋三さんの不動産の相続手続きを調べたところ、以下のようになっていたそうです。下関市の高台に立つ時価2億円とも言われる邸宅と、安倍家代々の墓所がある長門市の土地は昭恵氏が相続していた。山梨県鳴沢村の別荘は昭恵氏が一旦相続した後、令和4年11月13日に昭恵氏から義兄の豊信宮司に贈与されていた。安倍氏は生前、資金管理団体神話会をはじめ、桜を見る会、小野菜パーティーを主催した。安倍晋三後援会、東京政経研究会、山口政経研究会、山口親友会という5つの政治団体を持っていた。政治資金収支報告書によると、このうち神話会には約5210万円の資金があったが、安倍氏の死後、昭恵氏が代表に就任し、政治的な財布も引き継いだ。一方、安倍晋三後援会、山口政経研究会、山口親友会の3団体は解散手続きが取られた。解散にあたって、山口政経研究会は残金34万円を神話会に寄付し、安倍晋三後援会は資金を使い切っていた。安倍氏の元秘書が代表を務める東京政経研究会は現在も存続している。ジャニー喜多川、アイドルグループジャニーズの事務所創業者であり、事務所に所属していた多数の男性アイドルに対して性加害を繰り返していたことが発覚したジャニー喜多川さん。2019年7月9日の午後4時47分、東京都渋谷区の日本赤十字社医療センターで、くも膜下出血により死去しました。もともとは2019年の6月18日、午前11時30分ごろに、自宅で体調の異変を訴えたため、救急搬送されています。旧ツイッター上にて、ジャニー喜多川さんが緊急搬送され、入院した、という趣旨の書き込みが拡散され、6月19日には、東京スポーツが、喜多川の緊急搬送について報じました。そして死去当月となる7月の1日に、ジャニーズ事務所がジャニー喜多川さんが解離性脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血で倒れ、治療を受けていることを発表しました。最後の公示となった2004年度の高額納税者番付によると、ジャニー喜多川さんの当時の年収は推定約9億円。ジャニー喜多川さんが死去してからの総資産は約200億円から300億円と言われています。総財産額が200億円の場合は、相続税額が130億9000万円で、300億円の場合は196億9000万円だとか。ジャニー喜多川さんは独身であり、配偶者や子供はおらず、第一順位の子はいないため、法定相続の観点から言えば姉のメリーさんが唯一の相続人になるそうです。ジャニー喜多川さんがメリーさんへの相続を否定するような遺言書を残していない限りは、個人資産は全てメリーさんのものになるとのこと。2019年の7月16日に公開された週刊誌週刊現代の記事では、税理士により以下のような分析がされています。ジャニーさんは個人資産だけではなく、会社名義でも多額の財産を持っています。
会社名義の財産については株という形で相続されることになります。例えばジャニーズ事務所の株式を 50% ジャニーさんが持っているとする。そうなるとその株はメリーさんが継ぐことになる。つまり株の大半をメリーさんが相続することになれば、会社は実質彼女の所有になります。終章、有終の美を飾りましょう。今回辿った遺産相続について特殊なエピソードを持つ芸能人たちに関する意図はここまでになります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。